皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は1月の30日、もうかなりね、1月も、押し迫ってまいりました。せっかくね、お正月、今日もいいお天気ですので、あと2日、皆さん、まだねお参りなどされてない方、どこかにお参りするのもいいんじゃないかなと思います。それでは今朝の一句では、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それではその中から今朝の一句、松尾芭蕉290番目の句をご紹介いたします。起きよ起きよ、我が友に千ぬる胡蝶。起きよ起きよ、我が友に千ぬる胡蝶。1687年、松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは解説してみますね。起きなさい起きなさい、酒に酔って蝶のように夢を見ていては、我が友ではありませんよ。起きて夢から覚めてください、とこのように芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに細かく中身内容を見てみましょう。まず俳句ですので、5、7、5、17文字、17音のリズムからチェックしてみたいと思います。まず上五、今日の句はですね、ちょっとリフレインで繰り返しになっております。おきよとこの3文字で区切れて、もう一度繰り返されて、おきよと。そこで、リズムとしてはね、こうリフレインで調子はいいんですが、字数としては、文字数としては、ちょっと6文字で、1文字字余りとなってしまっていますね。そして次の中七、わがともにと、ここで言葉が中七が、5文字で区切れてしまっています。そして次に来る下五。下五の方に、せんぬるこちょうと7文字ずれ込んできちゃってるんですね。これは、中七が5文字、そして下五が7文字ということで、ここで句またがりになってしまっています。まず最初出始め、上五がリフレインで、繰り返し、上五で一文字余り字余り、そして中七が字足らず、下五が字余りで句またがりということで、今日の句はですね、ちょっと俳句のリズムとしてはあまり整っていない、こう波長の一文字字余りの句ということになってしまっております。ただこの句全体としてはリフレインを使って言葉のリズム調子としてはちょっとこう弾みのある整っているという句にはちょっと一文字惜しいんですが、字余りになってしまっているんですが、調子としてはいい感じ軽いリフレインで、調子を楽しんでいる、言葉のリズム
音律、言葉のリズムを、音を楽しんでいる句ではあるな、というふうに、捉えられるかなと思います。起きよ、起きよ、というふうに、こういうふうにリズムでね、畳みかけて、字余りとはいえ、リズムで畳みかけて、言葉のリズムを、遊んでいる、言葉のリズムで、作っている調子を、こう、弾みをつけている、面白い句かな、ということになると思います。さらに俳句の中身なんですけど、まず俳句ですから、季語はどれかというふうに探しますと、この中で季語というのは一番最後に出てきます。胡蝶ということになると思います。胡蝶といえば、蝶々。蝶々のことですね。お花にハラハラと舞っている蝶々。これは季語であり、春の季語とされています。ですから、これは胡蝶で春。季語は春。一つにまとまっています。季語の方は。ですから、まあ、ちょっと字余り、一文字です。ね、一文字ですので、字余りですが、調子の良いリフレインの句。言葉のリズムはいいですよね。リズムのいい句ということになると思います。それで中でね、どんなことを、句の意味、句意として、場所は言いたいのかというと、せんぬるっていう言葉が、ちょっと今の日本語ではあまり使っていない言葉ですが、起きよ、起きよというのは、起きる、起きなさい。起きなさい、起きなさいよ、起きなさいよと言っている。そして我が友に、自分の友達に、せんぬるということはしないと、しませんよと、せんよと、しませんよと打ち消していますよね。我が友せんぬる、私の友達にはしませんよ。で、ここでちょっと強いニュアンスで、私の友達にしてあげませんよっていう今の言葉で言えば、起きなさい起きなさい、そんなね、いつまでも寝てる人は友達じゃありませんよ、とうちの子じゃありませんよっていうように、そんなような強い語調がありますよね。せんぬる、我が友にせんぬる、そして最後に春の胡蝶、春の蝶々よと言っているんですね。ですから、ここでですね、蝶の夢ということで、まあ、大体、慣習的に今でも、こう、想像がつくと思うんですけど、蝶々といったら、ハラハラと飛んで、夢心地でふわふわと浮いている。なんかこうね、儚げで、はっきりとこう所在がしないで、花から花へと、こう、ふわりふわりと飛んでいるということで、蝶の夢ということで、何か芭蕉はその影に思いを託しているのかなと思い、ちょっと調べてみたんですけれども、まあ今でもそんな風に使っている、人生のこう、儚さ、蝶々のね、ひらひらっとした夢心地、春になると出てきて、いつの間にか消えていく、そんな夢心地の蝶々に、なぞらえているのかなと思います。で、何かね、すごくこう、根拠が、お坊さんですので、芭蕉がね、何か根拠があるのかなと思って、少し調べてみましたら、草子が夢で胡蝶になって楽しみ、自分と蝶との区別を忘れた、という故事から取ってるのではないかなっていうふうに、ちょっとね、そういった資料が出てまいりました。草子の故事があるということなんですね。まあ、漢の漢文というか漢詩、草子ですので、中国の方からの言い伝えの故事ということなんですけれども、故事では、その、草子が夢、草子が夢の中で自分が蝶になってしまって、ふわりふわりと楽しく遊んでいる。そんな自分と蝶々の区別がつかなくなってしまって、もう、なんていうかな、現実離れ
自分を忘れて蝶になってしまい、ふわふわと春の花に遊んでしまった花畑で、ふわふわと、区別がつかないくらいに、我を忘れてしまって眠って夢心地でずっと夢の中にいるような、そんな、我を忘れてしまったような気持ちということで、蝶の夢というふうな人生の儚さを歌っている、故事があるということなんですね。まさしくこれは、芭蕉がその草子の故事を、この句の中に、思いとして読み込んでいるのではないかなというふうに捉えられるのではないかなと思います。芭蕉が、我が友にと言っておりますから、自分の友にはしませんよっていうことは、草子の故事ですと自分が、我を忘れてしまい、儚い人生のお花畑にふわふわと浮いて我を忘れてしまいましたという儚さを歌っているんですね。春の間だけ夢心地、そしていつの間にか儚く消えてしまいますという、そういう蝶の夢を、歌っているんですが、芭蕉はここではそれをちょっと人にこう我が友というふうに少し客観的に見ていますよね。自分がいて、そしてそこに友がいるということで、草子のように、まあ故事ですから草子にこう例えているんだろうけれども、ふわふわといつの間にか人生儚く終わってしまいますね、切ないですねっていう、まあそういう言い方を踏まえながら、友に目覚めてください、友よ。これでは、まるで、草子の蝶の夢のように、あっという間に、儚い春が終わってしまいますよ。せっかくの花畑に、蝶々のように、ふわふわとやってきて、ね、花が散るのと一緒に消えてしまいますよ。気づいてください、というふうに、友に対して言っているんですね。なんで、まあ、ここに芭蕉が何か、ね、お弟子さんたちの間と何かあったのかどうか、そういった逸話や前書きはちょっとこの句にはなかったです。ですので、まあちょっと故事になぞらえて、まあ儚い人生をね、歌っていて、目覚めてください。いつまでも夢を見ているわけにはいきませんよ。人生切ないですよ。厳しいですよ。起きてください。春はあっという間に行ってしまいますよ。っていうね、蝶の夢ということで、儚く消えてしまう、蝶々になってしまいますよ、我が友よっていうことで、気づいてください、目覚めてくださいっていう風に言っている、芭蕉の、まあね、悟りというか、まあ蝶々がふわふわ飛んでいる夢心地の蝶に例えて、早く夢から覚めてくださいと、もう朝が来ましたよという、まあそんなような、句かなと思います。それでは最後にもう一度ご紹介してお別れしたいと思います。今日は芭蕉290番目の句です。起きよ、起きよ。我が友に、千ぬる胡蝶。起きよ起きよ、我が友に、千ぬる胡蝶。1687年、松尾芭蕉、44歳の時の句です。それでは、今朝はこの辺で、バイバーイ、また明日、さよならー。